キチャンネルジャンプ。こんにちは。さあ今日はですね、加納舞子さんとのコラボ企画です。お願いします。あ、ちなみに加納さんの舞子チャンネルにも里崎出てますので、はい、ぜひそちらも見てください。ぜひお願いします、ね、ということでね、これがなんでここにあるかっていう話ですけど、はい、今日加納さんとのコラボ、はい、提供いただくコントリビュートさんの勝利の青汁、はい、こちらがですね提供していただいてて、なんとこの青汁スポーツ業界初の試みです。何がでしょうか。まず栄養ね、見てください。 EAA 必須アミノ酸9種類プラスプロテイン入ってるんですよ、まあ、ビタミンとかカルシウムが入ってるんですけど、この EAA とプロテインが複合して入ってる飲み物ってないんですよ。自分たちで混ぜない限り最初から入ってるのってないんですよ。そうなんですね。それがスポーツ業界初の試みで完成したのがこの勝利の青汁なんですよ。勝利の青汁、はい、しかもね、見てくださいこのパンフレットね。青汁ってちょっと青汁だけ感あるじゃないですか、はい、このフルーツ入ってるんですよ。すっごいカラフルですよね。飲みやすいんですよ、めちゃくちゃ。うーん、青汁っていうとね、若干こうネガティブなイメージ持つ人もいるじゃないですか。でもこの青汁はなんと飲みやすくてフルーティーさ抜群なんですよ。そういう軽く飲めるっていうのを追求してるんですよ、技術が。しかもですよ、子供もめっちゃ飲みやすいんですよ。いやそれは絶対助かります、ね、大人じゃなくて。だから子供が嫌がらない飲みやすさあるんですよ、とジュースのように。でしかも運動に必要な多くの栄養素も入ってて、疲労回復、熱中症対策にも効果抜群なんですよ。ああ、もうじゃあこれからの時期に。そうだから、あの、子供のスポーツ前とか、うん、まあ、スポーツ中でもいいし、終わってからでもいいし、その飲みやすい時に水だけじゃなくて、はい、麦茶だけじゃなくて栄養素も入るものを摂取しながら運動すると、うん、より子供の競技能力も上がるし、うん、大人の健康維持とか疲れ具合の回復に役立ってくるんですよ。もうじゃあ完璧な飲み物じゃないですか。そうなんですよ。なんでこんな詳しいか知ってます？いや、知らないです。え、愛用してるんで。それ愛用してた。そうなんですよ。もう止まらないですもんね。そう、知ってるからね。あの、言わされてないから。しかもですよ、その、はい、あります、ここに、はい、で、僕は水で溶いたんですけど、加納さんは牛乳がいいらしいんですよ。結構子供とか牛乳で入れて飲むのが飲みやすかったりするんで、うん、ちょっとまろやかになったりするのかな、はい、水でもね、はい、でこちらねちょっと飲んでみましょうね、どんなもんかね。まずい。待っていただきました。あ、そういうやつですよね。はい、青汁って青汁ってそういうコメントしなきゃいけないですよね。そうですよね。でも確かあのもう本当フルーツジュースみたいな感じです。そんなにフルーツ？多分牛乳入れてたら本当フルーツオレですよ。これ水だからフルーツジュースみたいな、そのオレ感がないフルーツジュースみたいな感じですけど、普通にだからあのビタミン野菜ミックスジュース的な、もう本当フルーティーな感じです。青汁感ほぼないし。え、もう抹茶オレにしか見えないんですけど。あ、苦いんじゃないかなと思って。全然苦くないです。しかもあのお酒に入れる方とかもいるらしいですよ。なんか緑茶杯的な青汁杯的なので、はい、割って飲む人もいるらしくて、ちょっと飲んでみてください。いただきます。甘い。甘いでしょ。甘い、メロンオレみたいな。そうです、もう超フルーツオレみたいな。もうフルーツですね。全くその、その青汁感全くないし、みたいなのはないし、もう最後の最後ほんのりまあ青汁感もちゃんとあるなっていうのはあるんですけど、うん、本当にフルーティーで、子供とか朝食とかにいいですよね、うん、多分牛乳。え、これお子さんでも絶対飲める。あの、甘いですもん。そうなんですよ。おいしい。だから比較的子供も大人も老若男女問わず飲みやすさも追求してるんですよ、うん、確実にも飲みやすいですよ、ね、うん、しかもですよ、うん、今回なんとですね、通常価格、はい、30スティック入って2980円のところ、はい、うん、ところ定期お届け便2パックセットで、はい、なんと 16% オフの5000円でぴったり、はい、提供します。素晴らしい。ちなみにあの概要欄にあのその要項は貼ってありますので、はい、ぜひ皆さんね、はい、そちらをチェックしていただいてですね、里崎も愛用しているこの健康に勝利の青汁、勝利の青汁ね、ぜひ皆さんも子供たちもこれを飲んでトップアスリートになりましょう。これもう自分で飲んでるから俺めっちゃ説明うまいね。
やっぱそうですね、うん、言わされてないからね。そう、うん、これお願いしますだと言えないですもんね、その時に、うん、そう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 、スポーツ業界特に子供たちとかも、はい、結構その低学年とかそういうあのアマチュア学生スポーツとかも一緒に提供して頑張ったりしてるんですよ、企業的にも、はい、だからそういう子供たちが飲みやすさっていうのも、うん、企業努力で研究している分、うん、本当に栄養も入って飲みやすさもあるから、これが夏とかもね、そうですね、栄養、これから栄養を取りながら熱中症対策になるん で、うん、で飲みやすいから、はい、であの後味とかも残ったりしないんで、はい、すごいジュースとか飲むよりよっぽどいいと思うんですね。すごいさっぱりしてます、飲んだ後も。そう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 、全然青臭かったりしない。で、あのジュース買うより安いですからね。あ、そうですよね、はい、で栄養も取れてジュース買うより全然安い、はい、そういったところもあるんで、はい、ぜひ皆さんねお試しください、ぜひ、はい、さあということで、はい、ここから里崎が加納さんにズケズケ何でも聞くっていう大丈夫ですか。何でも聞いてください、はい、何でもいけるんですか。いいですよ。あ、じゃあやっぱ一番気になるのは、はい、やっぱお金ですね。お金、やっぱさ、里崎チャンネルお金が大好きなんですよ。そうなんですね。視聴者の人もお金の話が大好きなんですよそうなんですね、はい、やっぱりお金の話、はい、まあ加納さんは、まあ、V リーグもそうですけど、はい、海外も行ってるじゃないですか、はい、でまあいわば日本でいうと V リーグがトップオブトップですよね、はい、バレーボール選手の中ではいくらもらえるんですか。 V リーグはプロじゃないので、まあ、プロじゃないんですか。プロじゃないんですよ。プロの人もいるんですか。プロ宣言してる人は、はい、個人でプロなんですけど、はい、基本的に会社所属なんですよ、はい、実業団なので、はいはい、なのでプロじゃない人、はい、そのまま、例えば高卒とかで入社して、はい、もう社員としての扱いなので、うん、お給料なんですよ毎月の普通の、はい、その社員としてのそうです。じゃあ福利厚生もあるんですか。あります。厚生年金、あります。社会保険ですか。はい、社会保険でした。おお、社業務はするんですか。してるチームと全くしてないチームと、うん、例えば週に2回出社するとか、うん、全くしないとか、うん、もうチームによって全然違うんです。加納さんが行ってたチームは。私が行ってたチームは全く、作業はしな い, しない、うん、で、まあ、プロと同じ生活ですよね、うん、1日トレーニングしてバレーして、うん、っていうチーム でお給料はその本当に高卒1年目のお給料でした、うん、ボーナスとかもあるんですか。ボーナスはなかったですね。ボーナスなしで、うん、私のいたチームはもう優勝したらいくらっていうのが決まってました、うん、じゃあ勝ったら J リーグとかは勝ったら勝利給とかあるらしいですよ、はい、まあ、野球とかもあるんですけど、はい、勝利給とかないですか。まあ、私のチームはなかったですね。あるチームもあります。あるチームあるんですか、はい、勝ったらいくら、うん、何万円プラスみたいな、うん、私がいたチームは優勝しない限りは賞金がもらえないチーム。優勝、リーグ戦で優勝して最後のプレーオフで負けてあるダメなんですか。ダメです。さ、全部の優勝で初めて個人に賞金が入ってくる、うん、ドンって、はい、でそれは全員平等の額ですか。それともいや、選手によります。選手によって、例えばレギュラーの、じゃあ6人、7人、うん、それはメンバー、それ帯あるんですか。あります。帯はあるんですか、はい、お、じゃあ、まあ、じゃあいいって言っても優勝だけですもんねそうですよ、2位とかも3位はもうダメ。じゃあそれで、そのじゃあ大卒と高卒だったらそれはまた違うんですか。いや、賞金に関しては初任給、初任給違います。大卒と高卒は、はい、じゃあ違いました。大卒ですよね。私、高卒です。高卒なんですか、はい、じゃあちょっとあれですね。あ、そっか、八王子店がそのまま入ったんですね、はい、じゃあちょっと高卒低いですね。低いです。やっぱ20万届かない。生活できるんですか。でも何してんですか。やっぱ寮だったので、うん、そこまで普段の寮費を払うんですか。寮費払って、払ってましたね、はい。いくらですか。ロッテは、ロッテはちなみに寮費5万円、5万円払ったら10畳の部屋に、はい、でベッドはついてるんですよ。で机もあるんですよね。であと、まあ、テレビとか自分で入れて、うん、で光熱費、食費込みで5万。なるほど、うん、どっちだったっけな。で、光熱費とかも込みなんですか。光熱費とかも込みです。食事出るんですか。光熱費、食事で、まあ、その部屋と、まあ、どんな部屋ですか。お部屋は広いですか。最初のやっぱ 1,2 年目とかはちっちゃい部屋なんですよ、うん、で、どんどんこう年齢が上がってって大卒の年までは絶対に寮にいないといけないっていう決まりがあって、うんうん、で、広い部屋もあるので、まあ、大体3年目ぐらいからちょっと広い部屋に行けるんですけど、うん、最初はあれ何畳だろう、8畳ぐらいですかね。でもまあそこそこ広いですね。はい、もう普通の 1部屋、うん、ワンルームで洗面所だけついてる。で海外はどうですか。海外はもう完全にプロなので、うん、でクラブチームなので、うん、もう年俸制ですね、うん、いいんですか。トップの人トップの人どれぐらいもらってるんですか。トップの人は奥行きます。お、行くんですか。はい、トップの人は本当に、はい、まあ、
私は全然あのトップの人ではなかったのでそこまで全然いかないんですけど、でも日本でやるよりはもらえるんですよね。そうですね、うん、でも結構じゃあシビアっすね、その給料面は。結構シビアだと思います、バレーボールは。ねえ、え、あ、ジャパンはどうなんですか。ジャパンはジャパン手当あるんですか。一応協会から入るお金は日当みたいな形で、うんうん、僕らも日当ですよ、ジャパン行ったら。そうですよね、1日5万とか高い5万、うん、だったような気がするっすよ。いや当時めちゃくちゃ安かったですよ、私たち。そうなんですか。はい、そんな拘束されるのに。あれ6000円とかじゃなかったっけな。ねえ、なんか安かったんですよ6000円で。それだってもう学生の日当やん本当に。時給にしたらいくらなんだろうみたいな。そう、600円ぐらいじゃんそうですよ、だって合宿で一日中あれですから、うんうん、まあ、10時間ぐらいはミーティングも含めたら拘束されるじゃんね、はい、そうです。では600円ぐらいじゃん、時給。 それ安いね。それで代表やってました。え、じゃああれ、あの いろいろ大会あるじゃないですか。はい、でメダル取ったりしたらあるんですか、賞金は。まあ、一応はい、賞金として個人にあのもらえるお金はありました。負けたら賞金ないんですか。負けたらなかった。なんかこう予選で敗退とかだったらないと思います。決勝トーナメント出たらいくら。メダル取れましたよね、ロンドン。取りました。あるんですか、なんか。バレーボール協会はないですよね。あの JOC からの、うん、決まった金額は。ああ、あるっすね。あれは一人ずつくれるんですか。はい、くれんだね。くれますね。俺だって北京4位だからさ。ああ、そうだ。白球が地面に落ちたんだよね2回ほど落ちちゃった。うん、白球が芝生の上に落ちた、超大事な時に。え、じゃあ遠征とか行ったら行くじゃないですか。はい、ホテルはいいホテル泊まるんですか。いやー、いいホテル泊まったことないですね。どういうホテルですか、逆に。部屋は2人部屋ですし。え、大人なのに。はい、しっかり2人部屋で普通のレベル、うん、高級ホテルとかで泊まったことないです。食事会場はあるんですか。あります。あの宴会場みたいなところで。はい、そこでみんなで。バイキングですか。そうです。それはもう豪華なやつがあるんですよね。豪華、普通です。肉とか焼いてますよね。焼いてない。焼いてない。焼いてないですか。焼いてないです。お寿司とか握ってないですか。握ってないそんな食事してない。握ってないですか。握ってないの。天ぷらとか揚げてないですか。揚げてない、揚げてない。それは常にいるわけじゃないですけど、あ、今日は焼く日なんかと思ったステーキです。あ、そこのホテルはステーキ焼くのかとか、あ、ここお寿司あるねとか、あとラーメン作ってくれたりとか。うどん、え、何人いないです。え、もうずっともう置いてあるできたやつが。人立ってないんですか。立ってないです。で、なんとかって言ったら、はいって言って、ないなぁ。え、そんなんでしたか。うん、そんなんしかなかったけど、ないないない。名古屋とか行ったら、はい、あの白味噌と赤味噌の味噌汁が2個あったりとか。おしゃれ、めちゃめちゃ。だからあの和洋中、はい、全部ある。え、でもホテル2人部屋寝れないじゃないですか、いびきとか隣が書いたら。あー、2人部屋、そうですね、結構。でキャンプとか行っても2人部屋なんですか。はい、ずっとバリバリレギュラーでも。バリバリレギュラーでも。そうです。もう世界大会の時もオリンピックの時も2人部屋。もう割り振りは監督考える。え、2軍はあるんですか、バレー。いや、ないですね。1軍だけですか。はい。じゃ、移動は新幹線はグリーンですか。え、指定席ですか。指定席です、はい、普通指定席。だってみんなでかいじゃないですか。そうなんですよ。そうなの。ギュッて同じところに座ってます、みんな。だってあの2位3の席ですよね。はい。で、真ん中の席も使うんですよね。使います。一軍ですよね。一軍ですよ、ね、ですよ。はい、レギュラーもそれ。一軍ですよね。はい。え、監督はグリーンですか。いや、監督も一応普通席にいるんですか。はい。それ移動で疲れますよね。疲れます。で、バスは何台ですか。1チーム2台1台え1台ぎゅうぎゅうで。そんなん勝て、そんなんじゃ勝てないよ。そんなんじゃ勝てない。もうしんどかったですよ、狭いし。ロッテとか下手したら3台あったからね、1チームで。へぇ、タバコ吸うバス、タバコ吸わないバス2台みたいな。へぇ、もうガラガラよ。ガラガラ。え、だから1人2席は確実に使えるってことですよね。1人2席が普通。たかが30分ぐらいタバコ我慢すりゃいいやんっつって、はい、で、まあ2台になったんですけど。あー、なるほど、うん、それでも1軍なんて20、30人の裏方、
まあ、でも60人ぐらいで、はい、だから30人ずつ乗ってる感じ。あ、飛行機はですか？飛行機はもちろん普通席。ジャパンの時は普通席。え、海外遠征もジャパンですよ、エコノミー。ジャパンもそうなんですよ。俺ジャパンでエコノミー座ったことないで。いや、もうエコノミーが普通で、なんかオリンピックで銅メダル取った時だけ、うん、なんだ、ビジネスのチケットをもらえたんですよ、うん、帰りだけ。帰りだけ。野球界恵まれてんのかな。恵まれてますよ、絶対に。だって野球界のジャパン、ビジネスしか座ったことない。座ったことない。いいな。下手したらチャーターだしね。あ、チャーターになるんだ。代表だからそれぐらいしなきゃね、ジャパンなのにね。はい、だってみんながね、目指すところですから、うん、で、移動は、だってプロっていうか最高峰のリーグじゃん。はい。そんなんもう指定席のとこ並んでたので。指定席なんですよね。いや、夢があるからやっぱりグリーンだね。変えなきゃ。変えてほしい。変えていこう。変えてほしい、うん、それぐらいは。それぐらいね、各企業によるのか。そこももしかしたら 私たちのチームはそうだったかもしれないけど、うん、違うチームはグリーン乗ってたかもしれないじゃないですか。可能性ある。そこは分かんないから。ああ、会社の財力にも寄ってくるんで。ああ、可能性あるですね。あとバレーってどうやって入団するんですか。ドラフトとかないですよね。ドラフトないですね。まあスカウトです、ほぼほぼのみですか。で、あ、高卒大卒 が次が V リーグじゃないですか。はい。行けない人はどこ行くんですか。引退ですか。行けない人は、まあ、あるんですか。なんか一応 V リーグにも今そのランクというか、うん、あって、はい、V2 とか、はい、まあ、今 その一番上がプレミアリーグなんですけど、うん、あ、ディビジョン1か、言い方変わったのか、うん、一番上 そのリーグに12チーム、うん、で2番目のところに8チームか10チームぐらい、うん、で、ま、3番目のところまであって、うん、3段階あるので、まあ、どこかのチームに入るか、もうクラブチームでやるか、どうなの。じゃあもう受けたら少ないですね。で、全部スカウトですか。もうほぼスカウトですね。ま、どこ何チームかはトライアウトとかもやってたりするんですよ。加納さんはもううちに来たんですか。高校生の時に来てくださいって来たんですか。そうですね。契約金あるんですか。契約金一応支度金みたいなのあるんですか。支度金はありました、うん、はい、一応いただいて。いっぱいくれるんですか。どれぐらいでいっぱいなんだろう、うん、まあ、野球とかだと1億とかくれるじゃないですか。マジで比べ物になんない。